まあ政府が言うようよになりましたとあのその時はヘルメットしてたんで大丈夫だったんですけどこれすごくヘルメットに助けられた思い出があるのでハロー YouTube4 月からですかね、えー、義務化された自転車のヘルメット着用、えー、こちらについてちょっとツイッターの方でいろいろ意見が割れてるようなんですけれども ま、努力義務ということで、つけてないから即違法というふうにはならないんですけれども、つけてくださいというふうにオフィシャルに、ま、政府が言うようになりましたと。で、僕はあの、トライアスロンでも自転車乗ってますし、もともとロードレースとかにも出てたんで、あと、中学高校とですね、片道10キロをですね、ロードレーサーでずっと走っておりまして、何回も事故に遭いましたけれども、 単独事故ってそんなに起きないんですよね、自転車って。乗るのが上手くなればなるほど、もう本当僕ももうトライアスロンでも一番速いのバイクなんで、本当自分の体の一部のようにですね、本当なんか何も考えずに、まあ自動的に体の一部のように動かせるようになってます。なので、単独事故ってそんなに起きないんですけれども、だいたい まあバイクが突っ込んでくるとか車が突っ込んでくる。まあ例えば車の隙間からバイクがニューキッと出てくるとかってことはちゃんと予見してですね、えー、慎重に行かなければいけないし、まあ右直事故って言ってですね、えー、いきなりですね、えー、車と車の隙間からですね、自動車が正面から右折してくるとかですね、そういったことが、まあ僕だからそれで国道でバイクが出てきて、 何メートルか吹っ飛んだこともありますし、あの、その時はヘルメットしてたんで大丈夫だったんですけど、ほんと擦り傷程度で済みましたけれども、まあ、バイクはね、もちろんかなり前からヘルメット義務化されておりまして、僕もあの、うちょく事故で、91でえ自動車側が悪かったっていう保険割合になりましたけれども、その時も5、6メートル吹っ飛んで、もちろんヘルメットをしてたんで、足に傷がついて、えー、ぐらいで本当に無事だったんですけれども、 本当すごくヘルメットに助けられた思い出があるので、もちろん、トライアスロンのレースの時も自転車、ヘルメットをつけております。あの、ちなみにですね、トライアスロンの事故、死亡事故で一番多いのは、本番のスイム中の、まあ、心筋梗塞みたいな心臓疾患。その次に多いのは、実は練習中のロードバイクでの事故、2番目に多いんですね。で、これは本当にあの、低血糖状態に、まあ、ずっと要は、あの、 え、エネルギーを消費するんで、特に女子なんか低血糖状態になりやすいんですけれども、まあ、それでブラックアウトして、車にひかれて死ぬとか、そういう場合もありますし、自転車が突っ込んでくる、車が突っ込んでくる。僕のあの、和牛マフィアの相方の浜田も、200万円ぐらいする自転車がパーになっただけではなく、本当に大け、大怪我を負ってました。これも車がうちょく事故ですかね、突っ込んできて、そういった事故が起きております。 ウ、えーバーイーツを配送中のですね、あの、ドコモの赤い自転車に乗った、30代女性が死亡した事故とかもあります。あの、本当に自転車一歩間違うと、とにかくヘルメットしてないとですね、頭部やられるともう大体、えー、かなり大事故になってしまうので、本当にあの、僕はあのね、電動キックボードのヘルメットが逆に義務から、あの、やらなくていいようになったこと自体が、本当に消せなくて、すげえロビー活動頑張ったんだろうなと思いますけれども、 早速ですね、酔っ払いの男性が、まあ、酔っ払ったのは悪いんですけど、その、車止めに引っかかって頭を打って死亡してましたけれども、あの、電動キックボードの方が自転車より数倍危ないと思うんですけれども、本当に義務化しないとですね、これ、もらい事故が一番多いんですよね。で、らい事故をもわさせた側もですね、えー、死ぬのと死なないのでは、保険金、保証金全然違うんで、その後の人生のダメージも違うんで、 あの、怪我さした側もですね、不幸になるということで、まあ、不幸なら当然だって言うかもしれないけれども、ヘルメットしてたら死ななくて済んだみたいな事故も結構あると思うんで、みんながですね、不幸にならないためにもですね、あの、ロードバイクのヘルメットはぜひすべきだなと思うし、まあ、普通のママチャリとかでも僕はそう思います。本当子供を二人連れてるお母さんのママチャリとかマジで危ないと思うし、子供に、まあ、子供には結構ヘルメットをつけさせてる親多いですけど、自分がね、 あのヘルメットをしてなかったりとかね、こないだもなんか滝川クリステルさんがね、ヘルメットせずに自転車乗ってサングラスが割れて、なんかすごい事故になってたりとかして,してましたけれども、あんな事故すごく起きるんで、なんでツイッターでバズってるかっていうと、スノーボードも義務化すべきだみたいな話を、えー、したんで、それでなんかそんなの必要ね、みたいなこと言うやついるんですけど、まあ、あの、まあ特に日本のね、初心者のスノーボーダーって、なぜか、なんで僕、 みんな逆エッジとか食らったことねえのかなと思いますよね。本当に。特に、あの、逆エッジ、えー、逆側にエッジがかかって、バターンって倒れるんで、受け身を取る時間すらないです。僕はあの、柔道やってたんで、受け身は上手い方だと思うんですけれども、全然受け身取るし、暇ないです。えー、スノーボードの逆エッジ、特にですね、すごい急斜面とかは、運動エネルギーが下に落ちることでですね、えー、消費されていくので、 あんまり大怪我しないんですけど、あの、本当にあの、感斜面でスピードが出てるような時とか、そういう時にあの、逆エッジ食らうとマジでバターンって倒れてしまうんで、すっごい危ないですね。僕何回も逆エッジ食らったんで、絶対ヘルメットこれ必要だなって思ってます。あとですね、先日ニセコに行った時に、リフトの前で、列に並んでいたらですね、突然後ろから、下手くそな女が突っ込んできて、 この時も本当に後頭部からパターンって倒れました。こんなの防ぎようないですからね。360度に目ついてるわけじゃないんで、余計はないんで、あの、本当スノーボードはマジで僕は義務化すべきだと思ってます、正直。はい。あの、それぐらい危ないです。あの、スノーボードで、この間も女子大生が、19歳の女子大生が、ヘルメットしてなくてですね、逆エッジ食らって死んだ事例がありましたけれども、本当に簡単にそうなってしまうので、ヘルメットは、 ぜひ、まあ、義務化されなくても、スノーボードのヘルメット、スキーのヘルメット、えそして自転車のヘルメット、みんなヘルメットしましょうということで、いってらっしゃい